マロット、全部あれのせいだ。よし、ダミアン、お前が見逃したものがあるはずだ。そこだ。チキシャ。何なの？ちょっと、私よ、呼んだでしょ。すまん、頭がいっぱいだった。そう。ちょっと来てこれを見てくれ。この人は？わからない。ファイルも破損してる。どうしたらビデオを再生できる？これは直せない。オリジナルが必要よ。例の CTOS のアクセス権で検索してる。そのことで話があるの。これは奴も知らないはずだ。知ってたら自慢したはずだ。誰なら自慢したって？彼女は手がかりかも。知れないんだ。奴の一歩先を行くんだ。何かトラブル？IP アドレス？ああ、これを渡された。こいつをたどれるか。一体どういうことなの？エイデン、答えて。そうじゃなきゃ何も。やつがさらったんだ、クララ。やつが妹を誘拐して人質に取った。なんてこと。あの男が。ああ、ダミアン、ダミアン・ブレンクスだ。ああ、私はもう手伝えないわ。もう行かないと。後で話しましょう、終わったら。こっち。どうしたの？耳を塞げ。
が使えそうだ。何にヒットした？とにかく伏せろ。逃げ道を確保する。クララ、大丈夫？大丈夫なわけないわ。まったく、あんた何者？答えようがないな。話のできる場所があるわ。ここよ。みんなと同じやり方は嫌いでね。世間話か。久々すぎてうまく話せない。楽しめよ。これで最後だろうしな。こっちはネットワークを失って道具がいる。知らねえな。俺と組むのは嫌なんだろう。自力で何とかしろ。だが急げ。目的に専念しないとな。さあ、兄さんが話したがってるぞ。エイデン。ジャクソンは、あの子は無事なの？無事だ。どこにいるんだ？わからないけど寒い。ずっと目隠しされてたな。怖いわエイデン。
大丈夫だ、すぐに助ける。ダミアのことは知ってる。奴はまともだ。傷つけたりしない。だが警戒はしておけ。知ってるってどういうこと？さらわれたのよ。俺を誘い出そうとしてる。え？時間切れだ。一体何を言ったんだ？かわいそうに涙目だ。ダミア、もう一度変われ。話の続きがしたいなら、その IP アドレスをたどって役に立つものを持ってこい。じゃあな。ニッキーは無事だ。今のところは寒い場所にいるらしい。外だろうか。話し続けさせれば居場所がわかるかもしれない。